サービスの携わる方々のやっている本当に重要な役割なんです。それが非正規化していってどん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 人も入れ替わる、人が使い捨てられる、そういう社会に今なってきてしまっているんです。これも政治が進めてきた、この新自由主義の政治を自民党や公明党が進めてきた結果なんです。人をもっと大切にする社会を私たちは作らなければいけない、そのように思っています。私は立憲民主党の杉並区議会議員、日脇学です。そして同僚の関口健太郎杉並区議、そして立憲民主党の衆議院の予定候補者、ピンクのジャケットを本人のたすきを着ておりますが、吉田晴美もともどもですね、私たち杉並区の杉並の地域でですね、働く人や生活する皆さんの暮らしの声、働く現場の声、そうした声に基づいて、もっともっとお互い様に支え合う社会、そういうものを作っていきたいと思っています。人を大切にする、そういう社会が今一番私たちは求められていると思います。このコロナ禍でも本当に明らかになったと思います。発熱して、不安な思い、本当に苦しい思いをしても、なかなか検査すら受けられない方、区の区内にもたくさんいらっしゃいます。そうした悲痛な声、これやっぱり公共サービスがどん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 経済効率の名のもとに削られてきた、その結果もあると思います。危機の時にそうしたギリギリまで削られた公共サービスでは、私たちの暮らし、皆さんの暮らしは安全に幸せに、そうした生活を維持することが、支えることができないレベルまで低下してしまっているんです。これは政治の責任だと思います。私たち立憲民主党はですね、地域の皆様がこうしたこのコロナ禍の状況、コロナの状況の中でですね、大変な思いをされている、そうした声を聞いてまいりました。その声にきちんと耳を傾け、一人一人の暮らしを公共サービス、政治が責任を持ってしっかりと支える、そういう本来の政治の在り方でございます。その政治の本来の在り方を、私たち立憲民主党はこの杉並の地域から、皆さんと共に一緒に作り直していきたい、そのように、思っております。今日はですね、この立憲民主党の、国会議員でいらっしゃいます、国会議員の、田名部雅代さんも、雅代議員も、今日はこの杉並に、来ております。後ほど、田名部さんからの、スピーチ、そして今国会でどういうことが起きているのか、そうしたことも含めて、お話を、していただこうと思います。それではですね、マイクを、今度はですね、私の、同僚であります関口健太郎杉並区議会議員に、代わりたいというふうに思います。阿佐ヶ谷駅の南口ご利用中の皆様、おはようございます。立憲民主党でございます。そしてマイクは立憲民主党の杉並区議会議員の関口健太郎と申します。おはようございます。本日は立憲民主党の街頭演説会ということでありまして、参議院の田部雅代参議院党本部の方から参りました。そして立憲民主党の次期衆院選挙の予定候補の吉田晴美、そして同じこの杉並区の区議会議員、日脇学、そして私関口健太郎、揃ってご挨拶申し上げております。ぜひ立憲民主党の訴え、そして何よりも皆さんの地域の声、こうしたものをぜひ立憲民主党までお寄せをいただければと思います。10時からですね、もう間もなく、10時から15分後、この阿佐ヶ谷駅の南口、お借りをいたしまして、立憲民主党の街頭演説会を開催をいたします。党本部、立憲民主党の党本部からは、田部雅代参議院、そして立憲民主党の次期杉並区の、就任選挙予定候補であります、吉田晴美、そして杉並区議会議員の太田哲司、岩城学、そして私、関口健太郎、そろってご挨拶を申し上げます。ぜひ地域の声を立憲民主党までお寄せをいただきたいと思っております。立憲民主党でございます。今日ちょうどこの杉並区は杉並フェスタという、杉並区のお祭り、こうしたものがございます。桃井原田公園で杉並フェスタというお祭りがあります。しかしながらこの催しを開催する
しても、イベントを開催するにしても、やっぱりコロナのことを最優先に考えなくちゃいけないと思うんです。今、徐々に社会活動が、ウィズコロナと言われて再開されつつあります。社会活動も、経済活動も再開されつつある。けれど皆さん、やっぱり経済の回復のためには、コロナを一日も早く収束をさせる。これが一番だと思うんです。先日もニューヨークのダウ平均株が急落をした。マーケットがアメリカのコロナの患者急増したということで、それを見越してのことであります。世界的に見ても経済は落ち込みつつある。来年も杉並区の税収、これは100億円減っていく、こうした見通しも出ております。今の国の動きを見ると、どうしてもコロナ対策というのが経済対策に変わってしまっているのではないか。つまりコロナを収束させるということよりも、既存の経済を回すこと、こちらに重きが置かれている。こうしたことを非常に強化をいたします。たたいて申し上げれば、コロナ担当の経産大臣の西村さんがやっていた。そういったことを考えれば、今の政府というのはコロナを収束させることよりも経済に重きを置いているけれども、それでいいのかということをしっかり我々は考えなくてはいけないと思っております。杉並区は人口が57万人、その中でコロナの感染者は1100名超えました。23区の中で比較的平均的な感染の数です。多くもなければ少なくもない。けれど皆さん、この住宅都市杉並区、特にこの人口57万人いる都市の中で、医療機関が非常にしっかりしているかといえば、そうではありません。人口57万人いるこの杉並区の医療の体制というのは、人口あたりに換算すると決して強いわけではない。隣の中野区や、さらにお隣の新宿区、こうした新宿中野杉並、一つの医療圏を形成して、その中でコロナの対策をしている、こうしたわけなんですが、ただ国や東京都の動きは、杉並区のコロナは杉並区で解決してくれる、こうした姿勢です。この近くであれば川北総合病院があります。ちょっと行けば厚生病院がある、衛生病院がある。確かに杉並区には総合病院がいくつかあるけれども、57万人の全国海外都市にしては少ないです。 PCR 検査の数も増やしていかなくちゃいけない。そして PCR 検査を増やしていくためには、地域の医療機関の協力が不可欠なんです。けれども皆さん、この杉並区の中で PCR 検査に協力してもらっている地域の医療機関、まだまだ少ないです。そして何といっても、今後インフルエンザが流行り始める。インフルエンザが流行り始めると、全体的に医療機関が逼迫をいたします。ありがとうございます。インフルエンザにかかって高熱が出て、コロナなのかインフルなのかわからない、そういった方が非常に増えてくると、全体的に地域の医療機関が逼迫して、さらにはそれに対応できるような医療機関がまだまだ杉並区の中で少ないのが現状です。この阿佐ヶ谷駅の近くであれば、ビルの一角やマンションの一角、高層のところに入っている医療機関も多いです。そうするとコロナの疑いがある人とコロナじゃないか、その2人の方のゾーニング、接触をしないようなゾーニングというものが、マンションやビルの中の医療機関だと難しくなる。これを杉並区の中でしっかり解決をしなくちゃいけないというふうに思っております。特に皆さんの命、そして健康に直接を取る政策を行っているのは言うまでもなく杉並区です。地域の医療機関と連携をして、地域の PCR 検査を増やしていく、これをやっているのは言うまでもなく杉並区です。そうした地方自治体にしっかりと地域に権限と予算を下ろしていく、国や東京都が持っている大きな予算や大きな権限をしっかり地方自治体に下ろしていく、こうしたことも私は重要だと思っているんです。大阪都構想で今地方自治体のあり方問われております。でも立憲民主党は大阪都構想は違う、つまりは23区の一つ一つのこの自治体が大阪都構想のように大阪市廃止して
して4つの特別区にするんじゃなくて、今あるべき姿はありがとうございます。東京23区のこの一つ一つの自治体の予算や権限というものをむしろ大きくしていく、そして地域の課題と地域のニーズに合った政治というものをこれからの地方自治体が行っていけるような環境を作ることが今コロナ禍の中で改めて問われていると思うんです。まあ、ぜひ多くの皆さんからのご意見やご指導もお寄せをいただければと思います。立憲民主党の代表の手伝い、本日は、あと、残りもう10分後になりました。10時から立憲民主党の東北から田名部正代参議院議員が参ります。そして、立憲民主党この後藤氏の杉並区から次期衆議院選挙に挑戦をいたします吉田晴美、吉田晴美、そして杉並区議会議員の大田哲司、そして日和君が、そしてマイクの私、国並区議会議員、関口健太郎、そろっての代表説会でございます。ぜひ多くの皆さんからの地域の声、お寄せをいただきたいと思います。そして何といっても、新しくなった立憲民主党、何をやるか、何を考えているか、こうしたこともぜひ多くの方にお知らせいただければと思います。阿佐ヶ谷駅の南口、ご利用中の皆様、おはようございます。立憲民主党でございます。本日は、10時からこちらで街頭演説会を開催いたします。立憲民主党の東北から田名部正代参議院に、こちらに参りまして、そして立憲民主党のこの後藤杉並区から次期衆議院選挙に挑戦をいたします、吉田晴美、そして杉並区議会議員の大田哲司、そして日垣学、そしてマイケルの私、関口健太郎、そろっての街頭演説会でございます。ぜひこの阿佐ヶ谷地域の皆さんの声をお寄せをいただければと思います。そしてちょうど今日も先ほども申し上げました、この杉並では杉並区ですか、こうした杉並区の中でも杉並区が開催する一番大きな催しもございます。午後3時まで本日はやっておりますので、ぜひ多くの皆さんにもご来場いただければと思います。それでは早速でありますが、マイクを大田哲司振り返りに入りたいと思います。皆さん、おはようございます。おはようございます。私は立憲民主党の区議会議員の太田哲司と申します。おはようございます。私は立憲民主党の区議会議員の太田哲司と申します。私はずっとその日本の社会保障、南区の社会保障をちゃんとしたものにする、社会保障が信用できるものにする、そういうことをまた一貫してやってまいりました。どういうことかというと、日本の社会保障は大体メニューは揃ってるんですね。いろいろ年金代表制度がアジャカジャとメニューは揃ってるんですけれども、まあ、レストランに例えれば注文はしたけどなかなか出てこない、注文はしたけど出てきたものは冷えたものが出てくる、量が少ない、まあ、そういったものが随所に見られるんですね。で、信用できないということなんです。まあ、具体的に言いますと、例えば私2年ぐらい前から一番一生懸命取り組んでいるのは国民健康保険、介護保険料、後期高齢者の保険料、これの全面制度というものに取り組んできました。どういうことかというと、まあっさり言うと、生活保護基準の 115%、 生活保護基準額の 115% 以下の人は保険料を減免するよと、これが法律、条例、もう決まってるんですね。決まってるんだけれども、不思議や不思議、まだ不思議なことで利用者がゼロ、不思議なってゼロです。後期高齢者の保険料なんか東京人でゼロ人と、介護保険料に関してはまあ毎年200人ぐらい利用してるんですけれども、そういった日本なことになっちゃってるんですね。制度はあれども利用されない、制度はあれども生きていない、まあ、そういった変なことになっちゃってるわけです。まあ同じようなことが今回のコロナの騒ぎでも
同じように国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者の保険料のコロナ特別減税、コロナ特別特例減免というのを作ったんですね。だから法令にもちゃんとできた、予算もちゃんとある。でもほとんど誰も知らないもんですから、利用者が国民健康保険料は杉並区の場合で2万5000人想定してるんです。2万5000人ぐらいがコロナ特例減免を利用するだろうと想定してるんですけれども、実際申請されたのは1000人そこそこなんですね。まあ一体これは何なんだろうなと。それから介護保険なんかでもコロナ特例減免想定してるのは杉並区で6000人です。6000人なんですけど、実際申請したのは100人いたくということなんですね。後期高齢者の保険料でもコロナ特例減免実際問題やった人は少なくてたったの50人なんです。一体これは何なんだろうなと。お国の方でせっかくコロナ特例減免という国民健康保険料、後期高齢者保険料、介護保険料のコロナ特例減免というのを作った、予算もつけた、杉並区も条例作った、予算も作った、でもそういった本当に1割に満たない 1% か 2% そもそもの人しか申請して利用してない、一体本当に何なんだろうなということで、まあ不思議で不思議でならないわけですけれども、そういったことが随所に日本の社会保障制度には見られるわけです。今まあ国会なんかでも議論されておりまして、立憲民主党でも一生懸命法案出そうという動きのようですけれども、休業手当に関しても一体何なんだろうなと。もうやから最初は申請が難しくてもう休業を与えない必要なんて申請書書けるわけがないと、まあ、どうかなったら社会保険労務士に頼んで書いてもらうということなんですけれども、まあ、それだとお金がかかるんで、まあ、杉並区の場合は、杉並区役所が社会保険労務士を契約して、まあ、そこに行けば大体、手取り足取り教えてくれるという体制を作ったんですけれども、それだってもう一体国の方で休業手当の改正が3回ぐらいあったと思うんですね。で最終的というか現在では、まあ、会社経由でなくても自社に申請すればもらえるよという制度を作ったとすると、やっぱり利用者が想定しているのは利用者 5% ぐらいしかいないという、まあ、罪を切ってです。本当に、変なことになっちゃってるんですね。制度はあれども来ていない、制度はあれども利用されない、そういうようなことになっている。まあ、そういう難しいことでなくても、例えばサラリーマンの有給休暇、これはコロナと関係ありませんけれども、有給休暇の制度だって年間22時間ぐらい大体の会社は有給休暇あります。それを 100% 利用している人が日本でどのぐらいいるのかというと 30% 前後ぐらいしかいないんですね。フランスだとかドイツとか大体の国は 80% ぐらいいきなり利用してる有給休暇の制度。ところがなぜか分からないくらい、日本では有給休暇すらあまり利用されない。隣の韓国や中国だって 50% や 20% の人有給休暇ちゃんと利用してるんですね。ところが日本では有給休暇利用してる人が20%、30%、ちょこちょこっというぐらいで、まあ、制度はあれでもやっぱりこれもちゃんと有効に機能していない、まあ、そんなようなことが日本の社会保障制度には多すぎる、まあ、そんなようなことでこれをなんとかしなくちゃいかん、ちゃんとみんなが適格ある制度だから利用しやすいものにする、分かりやすいものにする、まあ、そういったことを私はずっと、まあ、社会保障をちゃんと整備する、安心できる社会保障にする、まあ、そういうことをずっと訴えているわけです。
私が大田哲司、杉並区議会議員、立憲民主党の大田哲司でございます。どうか皆さんよろしくご理解のほどお願いをいたします。吉田晴美ですね、何と、
行予定者の吉田晴美と申します。ちょっとあの事務所もですね、皆さんあのたこ焼き屋さん目印がありますよね。あのたこ焼き屋さんから2ブロック先歩いて1分のところにありますので、どんどん曇りでも、もう本当に気軽に遊ばせていただきたいというふうに思います。私もこの阿佐ヶ谷に事務所を構えまして、この杉並区で活動を始めてから5年になりました。この間民主党、民主党、民進党、そして立憲民主党という形で自分自身はどう変わるつもりが全くないんですけれども、このようなちょっと所属が変わってまいりましたけれども、今日は、参議院議員の田名部雅代、田名部雅代参議院議員と一緒に、この代表をさせていただきます。立憲民主党の国民民主党さんと一緒になりまして、こうして、田名部雅代議員との同じ場所でマイクを握れるということに本当に喜びを感じています。今日はこの後、阿佐ヶ谷を皮切りに、荻窪、そして西荻窪というふうに、中央線のラリーをしています。これですね、中央線、ちょっと駅を皆さん考えていただきたいんですけど、実は中央線って、自民党じゃない支持者の方が多いところなんですよね。新宿、海外さん、中野、長島さん、そして、なぜか、その杉立を壊して、その先の、吉祥寺、菅直人さん、その先、末松さん、という形で、実は中央線沿線、ずっと、非自民党の多い、私たち立憲民主党の議員が担当しているところでありますが、ポカンと入ったここの、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、ぜひですね、ちょっと加えていただけるように、私も頑張っていきたいと思っております。こうしたなぜ中央線沿線がこういったいわゆるリベラル票が多いのか、ちょっと私も時々考えながら感じているんですけれども、やっぱり政治に関心がある皆様が多いと思うんです。で、今の国会の状況を見ながら、ね、これおかしくないってなんとなく上手がそうかなと思うこともちゃんと考えてみると違うよねっていうような目を持った皆さんがおいしい方だなというふうに感じます。まあ、そんな中で、今日本は学術会議の話もありますし、まあ、安倍さんがおられになってから、まあ、うやむやになった問題がたくさんあります。まあ、正直それを放置するということは私的にはちょっとありえないんですけれども、でも今こうして毎日外交に出て皆様と話をさせて、一番深刻な、そして一番今政治にやってほしい問題は何か、これが私のこの皆様と話聞いた感覚です。介護のことであり、そして仕事のことだと思うんです。今日も朝からそうですが、この阿佐ヶ谷に土日はですね、このパール商店街があって、お買い物にお出かけになる家族連れが多いんですけれども、皆さん平日の月曜から金曜の日中の阿佐ヶ谷駅にご覧になったことありますでしょうか。やっぱり高齢化の波を感じます。この杉並区内でおいても、やっぱり高齢化が進んでいるなということを私は実感するんです。皆様もいかがでしょうか。まあ、ご実家が杉並区内の方もいらっしゃれば、地方に、ご両親がいるという方もこの杉並区内では多いと思うんです。ちょうど私の親の世代になります、団体の世代の皆さんが、75歳を過ぎる年齢になってきました。親の介護、そしてあるいは皆さんの自分自身、または老人介護といって70代の方が80代、90代の方を介護しているという状況は本当にあると思うんです。これが杉並区内のポスターを貼って回ってお願いすると、すっごく感じるんですよ。あの空き家になってたり、まあ、一時期皆様で飲み屋敷とかってテレビでも取り上げられてきましたけど、これただ単にゴミ屋敷があって
という指摘をするだけじゃなくて、そこには認知症の問題が必ず潜んでいます。そこを誰が見てくれているのかな。昔は民生の方が丁寧に回って、あら、あそこのおばあちゃん、ちょっと最近反応変わってきたわね、ねえ、ちょっと病院行ったら、そういう声掛けができていたと思います。でも今杉並区内、どうでしょうか、皆さんお隣の人にお声掛けしたことございますか。ねえ、なんかなかなかちょっとご近所も変わっちゃって、あのコンコンってドアをノックするのも問題はしかしないと思ったり、まあそもそも私も自分のことで精一杯だから近所の人はなかな、これが現実だと思うんです。だからこそ私が感じるのは、今加賀さんが言っている次女、公女、あ、ごめんなさい、次女、公女、公女、まず自分でやってみて、ダメだったら家族と一緒に頑張ってみて、それでもね、ごめんなさい、ダメだったのよ、だったら政治の方の責任を生み出すね、これは全然違うんじゃないかと思うんです。介助どうでしょうか、皆さん、まず自分でやれって言われて、家族が、あなたの家族なんだから介助やれって言われて、みんなボロボロになりますよ。やる方も、そして介助を受ける方も、この自助、共助をまず皆さんに求めるような政治ではなく、私たち立憲民主党、そして私吉田さんも、そして田上雅也議員も目指しているのは、社会でこうした介護を支える仕組みです。皆さん大丈夫だよ、安心して、もし介護が必要になったとき、ちゃんと在宅の介護が受けられるよ、施設に入らなきゃいけなくなったらちゃんとその定員を準備しているよ、こういう安心を国の政治は作る必要が私はあると思います。だからこそ私たちはまず社会で支えるその仕組みを、共に支え合う社会をしっかりお伝えさせていただいて目指していきたいと思うんです。皆様いかがでしょうか。もう皆さん頑張りすぎてますよ、仕事も介護も子育ても、そして今までは一生懸命働いて、ようやく退職だ、イエーイ、ここから遊ぶの楽しむのと思ったら、年金で過ごしていけないじゃない、働きに出なきゃいけないじゃない、でも70歳になって誰も雇ってくれないじゃない、それでもあなたの責任ですって言うんでしょうか、これは冷たすぎますよね。私は思うんです、今の政治に足りないこと、そして今の日本に足りないことは、本当に他の方を思いやる優しさであり温かさではないでしょうか。今政治に欠けているものはその温かさではないでしょうか。これもですね、もっと衝撃なデータがあってびっくりしたんです。世界各国の人に一番困っている、困窮している人を手を差し伸べるべきかどうか、そのアーケード調査があったらしいんですけども、一番困窮している困っている人に手を差し伸べなそうといった割合が一番低かったのが日本なんですよ。 50% なかった、確か 47%、他の各国は 80% を超えているんです。なんで、どうしてですか、本当に困窮してるって、それもあなたの責任ですという社会にするのか、それは大変だったね。今私はあなたの今の困難に少し手助けできるから手助けさせてっていう社会になるのか、これ大きな私は日本の選択肢になると思っています。皆さんもいかがでしょうか。このコロナになって今まで自分は勝者だ、まあ、初めに負け組ということが私は好きではないんですけれども、ちゃんと有名企業を働いて、お給料もちゃんと払って、家族もいて、人生順風満帆、そういう時もあるかもしれません。でもコロナになって急に病気になることだってあります。がんになって自分も働けなくなると
ことだってあります。人生の中で起きて自分ならどうしようもないコントロールできないような困難が生みかかるときのことってあると思うんです。その時にいやいやあなた自分でやりなさいっていうのか、それともそんな時はお互いに逆らえよねって言い方にするのか、年齢が高く私たちが目指しているのは誰でも困難な状況になり得る、だから一緒に支えようという社会を目指していきたいと思います。阿佐ヶ谷の皆様、今日はお騒がせをいたしますが、私は立憲民主党杉並の衆議院候補予定者の吉田晴美です。今日は浜田雅代参議院議員と外政をしております。女性のための外政でございます。ぜひ私たちにも、そして今チラシ配りをしていただいている、ボランティアの皆様にも話しかけてください。よろしくお願いいたします。それではマイクを参議院議員田中正代、田中正代参議院に参ります。朝鮮人民の皆様、おはようございます。マイク持って喋りかけてみるのは誰だろうなと思ってるかもしれません。青森県、出身でございまして、参議院議員の田中正代と申します。今日はこちらの場所をお借りいたしまして、吉田晴美さんと一緒に代表活動を行っていきたいとそのように思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて、ご存知の通り国会では予算委員会が始まっています。昨日も私の所属事務所のさらに予算委員会が開かれました。菅総理の本会議でもですね、初めの挨拶を聞いていろいろとやりたいことが羅列したんだけれども、一体どういう社会を目指したいのかというのは私には何にも伝わってきませんでした。何も伝わってこないけれども、総理がおっしゃったのは今吉田総理部長が話した通り、次女まずは自分で頑張るんだ。このことを聞いたときに、総理は本当に今の世の中の状況が見えているかな、私はそんなふうに感じました。全国どこも同じだと思います。特に私の出身である青森県なんかは収入も低い、なかなか働く場もない、第一次産業が不完産業で一生懸命畑を耕したり漁業をやったり、そうやって一生懸命暮らしてます。もうすでにみんな必死に生きてますよ。なんとか自分たちの力で生き抜いていこうと頑張ってるんじゃないでしょうか。それをさらに政治がまずは事業だと言ったらならば、どこに救いを求めたらいいのか、助けを求めてもいいのか、声を上げてもいいのか。私は国民の皆さんはもっと大きな不安を感じることになるんじゃないかな、総理の言葉を聞きながらそんなことを感じました。私たち新たな立憲民主党150人の仲間とスタートをしました。自分で頑張ろうなんてことを否定するつもりはありません。今言ったように頑張ってるんです。でもそれではどうにもならない、そういう人たちが世の中にいる。しっかりと私たちはそこに目を向けて耳を傾けて、その人たちの思いをしっかり受け止めて、共に支え合える、そして多様性を認め合いながらお互いに一緒に生きていける、そんな社会を作りたい、そう思って新たな立憲民主党力強くスタートをさせていただいたところであります。先ほどご地元の関口議員から地域の医療の話がありました。皆さん、寒くなるにつれてですね、全国でまたコロナウイルス感染拡大、非常に不安な状況になっています。クラスターの発生も、北海道、私の地元青森もそうです。
確認がなされています。先ほど話であったように、田舎だから医療が心配、都会だから大丈夫って話ではないですよね。こちらでも検査体制大丈夫、企業の医療の受け入れ体制大丈夫、こんな私からしたら 大都市でもですね、そういう課題があるわけです。私たち立憲民主党は、医療、介護、福祉、教育、こういった現場で働いていらっしゃる皆さんには、しっかりと公費で負担して PCR 検査できるようにしましょうと、まさに命を守る最先端で頑張っていらっしゃる、さらには重症化をさせない、感染を拡大せず、こういうところに関わる皆さんには公費でしっかり検査ができるようにしましょうということを提案しています。それと冬になって、まあインフルエンザも心配でありますけれども、換気ができなくなっていることも含めて感染拡大がやっぱり懸念されています。そうなるとですね、まあ、春にみんなが体験、皆さんが体験したように突然休業要請だとか、まあ、学校休みなそうだとか、まあ、こうだから政府がいきなり出てくる、じゃあ一体その間の補償はどうしてくれますかということが何もないんです。それがですね、私たちが真っ先に提案した1人一律10万円の給付だとか、学生支援だとか、休業支援だとか、いろいろメニューはあったかもしれないけれども、私はしっかりと補償とセットで皆さんに安心して感染対策していただいたり、感染防止をしていただいたり、命を守ることをやっていただく、これが政府の政治の役割だろうと思っています。そういう意味では新型インフルエンザ特措法もしっかりと改正をして、こういうことどうするのかという議論しなきゃならないんじゃないでしょうか。あのですね、その一時給付を受け取ったって、その場所の議論はにしかなってない。実際に休業した産業も、まあ長ければもう6月の中でも十分に、通常営業できなかったお店もあると思います。その時に失った収入とか利益というものは、いくらその後お店やってて帰ってこないわけですから、人って倍食べないですよね。人って倍どっかやはりですよね。だとしたら失った分はずっと負の遺産として背負い続けながら今後営業活動していかなきゃいけない。でこれ飲食店だけじゃないんです。飲食店でも今この間私東京でちょっといつも行っていたところを覗きに行ったんです。営業大丈夫かな、混んでました。で元に戻りましたかって言ったら、これでも6割です。店を1店舗畳みました。このまま仕事を続けるか、青森帰るか迷ったけれども、青森の親がコロナだから帰ってこないで家で頑張ると言うから、なんとか私の方と思って今頑張ってますという話でありました。で公共交通機関もそうですよね。飛行機、バス、タクシーの皆さんもそうだと思います。少しずつ GoTo キャンペーンで動き出したかもしれないけれども、いまだに影響を受けている、例えばマッサージであるとかですね、あるんですよ。まあ、イベントもそうかもしれません。満席でお客さんは行けませんから、まあ、そういうことを含めて GoTo イートや GoTo トラフィーやるんだったら、そういう今もって、影響がある、そういうところどこにあるのかきちんとですね調査をした上で、まあ、クーポンを発行するとか新たな支援策を打って経済を動かしていくことを考えていかなければならないのではないか。冒頭の先ほど申し上げた医療体制、検査体制ちゃんとある、医療系体制しっかりやる、これで命を守る対策を徹底しつつ、本当に影響のある人たち、さらには生活が本当に苦しくなっている人たち、もともと収入が低い人たちの中に仕事を失ったりする人たちがいるわけですから、事業事業なんて言ったって事業ってどうやってできるんですか。一人親家庭の 18% は食事を減らしていると言っているんです。仕事がないと言っているんです。ですから、私たちは休業支援ももっと充実させてほしいということを政府に訴えています。具体的な提案をすることで、しっかり皆さんに安心していただ
して、やってまいりました立憲民主党の代表選で、朝会議はまず、このあとこれで、終了させていただこうと思います。次はですね、荻窪駅に、ありまして荻窪の皆さんのもとで、引き続き私たちの、スピーチ、ご挨拶させていただきたいと思います。朝会議の皆さん、ご協力いただきましてありがとうございました。失礼いたします。どこでやってたんだ。